フィーさんたちの かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。この一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ、頬を張れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊に強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今、一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すに。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても、俺は一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ、何が何でも生き延びて、俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を、あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、これはゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。
よし、ゾロを仲間に誘うぞ。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。よっ、よけよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのはゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。また来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほら、ルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前、大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし、行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。皆殺しだ。さっさと始末してこい。
うんめー、あった刀、はい、3本あるよ。ゾロの刀はどれだ。おい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと、約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いでください。なんだか騒がしいわね。ま、私には好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。ゾロ、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。なってやるよ。いいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならおくらいになってもらわねえと俺が困る。
偉そうな奴がいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。あの小僧、噂に聞く悪魔の2シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。ホイットとそいつらを始末しろ。ゾンゼンボム人間、それにノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に逆卒はいらん。ゾンゼン、残らず処刑してやるぞ。ルフィさん、こんな海軍潰しちゃえ。まだまだ、はい、ロビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。言い分も低い。
称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておき、そんそん、ゾロ、手貸せ。よどれ、頼むぞ。おう、任せろ。始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃ち、ナイス。ゾロ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ、君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて、殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。なんだって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。
ぼちぼち時間だ。海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路、グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィは、ナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言っての、お楽しみよ、海賊のお兄さん。で、何すんだ。改造返した上に親分売って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う！
自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が熱っ。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。出られた。どうすっかな。針金全部出しやがれ。36ポンド砲。 やめてくれ。海賊って最低。ラギーの手下だな。飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しちゃいいんだな。任せとけ。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。
ゃったよ。いや、あんた怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいぞ、バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。舐めやがって、あのコソ泥どもは。派手にぶっ飛ばしてやれ。三刀流王族三世界。腹が本番だぞ。これ以上街を荒らされてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。海賊どもから街を守るんだ。おーおお、街の連中も勢いづいてきたな。この縄張り危ねえぞ。久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。なしとどうに、海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け！
思い出さないのかい？邪魔だよ、消えな。勘弁してあげるよ。バギーの海賊船は守りが薄いみたい。今なら。ちょっと行って海藻をいただいてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。任せとけ。三刀流奥義さん、クライス！ミステリーの君、ハンソロを倒して名を挙げろ！
足ほぼ黙るバギー罪をなめんなよ。なかった。ってことはバギーが持ってるのかしら。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか。いやよ、なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒のあたしが今海賊から宝を奪ったんだから、この宝はあたしのもんだって言ってんの。たわけ。盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に撃て、バギーだな。はあそこだな。止めてくる。だけ世話の焼ける女だ。あげるよ。気をつけて。あの女、他のやつらとは何か違うわ。戦闘流王者さん、世界
それが、てめえらなんぞがグランドラインに入って何をする？海賊王になる。この感覚を待つ。
三刀流我が物のキャノンボンドフォーふざけんな派手アホがてめえが海賊王なら俺は神かの本気を見ろってんだくらHit!